こんにちは、大木町議員の馬場隆です。今日は以前も話してた自治会について、今日はデメリットとメリットを簡単にですね説明していきたいと思います。自己紹介させていただきますと、24年ぐらい前からパラオ、フィリピン、ミャンマーと事業を立ち上げて、現在は福岡南部の沖町というところで議員をやらせてもらっております。現在、このチャンネルですね、日本語で喋ってるチャンネルと、あと一つ英語で喋ってるチャンネルがありまして、両方とも90本ぐらい動画上げてますので、そちらもぜひ参考にしていただければと思います。それでは自治会についてですが、以前ですね、動画をいくつか上げて、自治会のことに対してはですね、上げさせてもらってます。言葉で説明をしたかったんですけども、なんせまだちょっと情報が少なかったので、寸劇という形で、2つほど過去に上げているのがあります。それ下の方に概要欄のところの下にリンクを貼っておきますので、そちらも見ていただければと思います。で、現在ですね、今までの経緯を言いますとですね、数ヶ月ぐらい前から、町長の方からですね、自治会制度を導入したいということで、提案がありまして、その後、議会の方に、議員の方、私たちの方にも、何回か、2回かな、説明がありまして、大体同じような内容で、区長会長さん、大溝、木崎、大井の区長さんの代表の方がいらっしゃるので、そちらの方にも説明会があり、各現在のその、区長さんぐらいには、自治会を導入するのをですね、ことをですね、説明が今合ってるんじゃないかと思います。っていうのが今現状ですね。で、簡単に言いますと、自治会っていうのはですね、市町村の各地域の地域で自発的に組織される町内会のことというふうに、ウィキペディアに書いてあるんですけども、ざっくりとしたのがそれが定義であると思います。で、今までは大木町に関しては、区長さん、区ごとにその区長さん、大体順番で家回って区長さんやってるところもあるし、もう同じ人がずっとやってるところもありますし、それはもう地域ごとによって違うんですけど、その区長さんっていう制度が廃止になって、その代わりに自治会長っていう、肩書きのもとですね、その区の中に、ある程度予算を持って、町の方からですね予算をもらって、その中で、運営をしていくっていう実際の流れになるかと思います。で、まだ細かい規則等ですねはまだできておりません。今いろんなところの話を聞いて、規則を、考えているところじゃないかというふうに思っています。で、いろんな方ですね、特に区長さんとかされていらっしゃる方々の話を聞いたところの、デメリットとですね、メリットを挙げてみようと思うんですけど、一つ目としてはですね、地域コミュニティの育成、特に災害の時なんかですね、近所の人たちの手助け、相互に手伝いをする、そういうコミュニティが生まれやすくなるということですね。で、二つ目は役場の人材が不足の解消になるんじゃないか。いわゆるちっちゃい地域の問題は自分らで解決するということで、今までのようにですね、役場の方が職員を送って、対応させるという頻度が減るということですね。で、デメリットの方としてはですね、今のところ出てきているのが、一つ目、地域格差が生まれるんじゃないか。つまりその、自治会運営がうまくいっているところ、人が結構それなりにこう、やる気がある人がいてですね、うまくいっているところは良くなるけど、あんまりそういう人がいないところは、同じ人ばっかりになってですね、地域の活性化につながらんじゃないか、つながらないんじゃないかという意見ですね。で、二つ目ですね、同じような人ばっかりがなる、なり手不足からですね、ためにちょっとしたこう不正があったりとか、本当一部の人たちが使うイベントだけにお金が使われてたりとかですね、言ったことが起きるんじゃないかということですね。と、三つ目、役員になると仕事が増えるので、
まあ嫌だという、まあそのぐらいがデメリットじゃないかと今のところですね、考えられているところです。まあまたですね、ネット上にもたくさん、情報があります。いろんなところで自治会、まあ、国の推奨ということで、実際にこう自治会運営でされているところがたくさんありますので、そういったネット上の情報も参考にしていただければと思います。まあ、またですね、ちょっとまあ問題ごととして、そうですね、まあ、意見としてはですね、そのなり手不足が深刻な、まあ、ちっちゃいですね、区なんかはいくつかこう区をまとめてほしいっていう意見なんかも出てたんですけど、そうなると、なんていうんですかね、公民館とかの積み立てをしてるらしいんですね、お金を。まあ、会費ということで、その集めてる金額も、まあ、総額も、まあ、地域によってまちまちなので、それをですね、なんですかね、地区をまとめてしまうと、その時のお金の、分配がちょっと難しいのではないかという意見なんかも、まあ、出てました。これは参考までなんですけど。で、まあ、こういう、このですね、まあ、自治会に移行していくという流れに対して、まあ、議員としてですね、まあ、何ができるのかというのをちょっと今、私も考えてたところなんですけども、まあ、今後ですね、多分流れとしては、まあ、来年の4月からですね、まあ、一部の地域で、試験的に、自治会運営をやりたいというふうに、まあ、町長もおっしゃってあったので、その、試験的にやる中でですね、まあ、それが条例っていう形になるのか、まあ、規則、ただの規則っていう形になるのかはちょっと分かんないんですけど、まあ、ある程度のこう、なんですかね、ルール作りが必要になってくると思います。でそれが規則だった場合には、まあ、議会には出てこないですけど、もっと強制力がある条例という形になるとですね、議会の認証が必要になりますので、その時にですね、まあ、議員はうちの町には12人いまして、1人が議長、議長さんって、まあ、みんなの司会役、司会進行役であったりとか、まあ、まあ、みんなのまとめ役っていう感じになってますので、まあ、議決権はないんですけども、まあ、11人で賛成反対を、まあ、手を挙げたり、まあ、起立したりとかですね、そういった感じで、まあ、議決が必要になるのが今後出てくるんじゃないかと思ってますので、その時にですね、まあ、その時、またですね、実際に、まあ、多分来年、再来年度ぐらいから、まあ、全地区で、多分最大年かな、最大年ぐらいから全地区で、自治会の運営に移行したいという話だったので、そういった時に、まあ、予算が必要になります。いわゆる地域ごとに配るお金の総額の予算をですね、町からそちらに移行する時の、まあ、予算編成がその新しい年度で出てくるのか、補正予算といってその途中の間でですね、追加予算として出てくるのがちょっとわかんないですけども、その時も、いわゆる、まあ、議会の中で、まあ、議決をする必要が出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、かなり先の話ですけど。なので、まあ、私としてはそうですね、その、なるべくこの件に関しては、まあ、自分の中ではもうニュートラルで、行きたいと思ってます。まあ、実際私も区長をやったことはないですし、その、まあ、できることとすれば皆さんの意見を、まあ、集約してですね、その中で、その時、まあ、その、条例の時であったりとか予算の議決の時に、皆さんの意見が多い方を、私は、で意見意思表示をしたいと思ってますので、ぜひですね、まあ、私に限らず、まあ、地域に近くに仲いい議員さんとかいらっしゃればですね、まあ、ここ数ヶ月の間に、まあ、いろんな、まあ、ネット上であったりとか周辺の市町村のですね、自治会をやってる人たちの話を聞きながらですね、まあ、どちらがいいか、まあ、判断していただいて、その意見をですね、ぜひ議員さんの方に伝えていただければ、私たちもそれを参考にできますので、ぜひともご協力の方をよろしくお願いいたします。これはですね、
本当皆さんの生活に今後もうすごく大きく関与してくる事項になりますので、そちらの方をご考慮よろしくお願いいたします。では今日の放送は以上になります。それではまた。